ピッツァマルゲリータ風ヌードル、こんなもんが出てます。こんなもんが出てます。チーズ星人、チーズ星人なんだ、10周年記念みたいなやつでなんかもらえるみたいですね。応募シールがこう裏についてて、こいつを送ると3分タイマー人形なるものがもらえるそうですが、いらねえな。ということで食ってみましょう。カップヌードルのいいところっていうのは、まあ、つまりあれだね、ただお湯を注いで3分待てばいいという、このシンプルさにあるんだと思います。うわ、トマトっぽいね。酸っぱそうだな、これな。おお、ええんじゃないか。男は一人カップ麺を食う、男は一人食うものさ、熱いお湯をカップに注ぎ、そばの彼方に何がある。ううわうわうわ、ね、うん、これがマルゲリータ味か。うん、トマトの酸っぱい酸味がしつこくていいですな。グッドです。